5歳から中間反抗期が子供の成長に男の子女の子の接し方。こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。子供を授かってね、子供は成長していく、そこに付き合っていくと避けては通れないというのが反抗期ですよね。で、今回ですね、僕のこのチャンネル視聴者さん、小3の男の子のお母さんからまさにその反抗期についてご相談が届きました。ちょっとね、読み上げてみたいと思います。小川先生こんにちは。いつも YouTube や書籍で勉強させていただいています。中間反抗期の子供との関わり方をメインテーマにした YouTube が見たいです。息子は来年度から小学3年生になるのですが、そんなこと分かってるよ、もう言わなくていいからと反抗することが増えてきました。親もこれまでと接し方を変えなければいけないとは思いながらもうまくいっておらず、険悪ムードになることが多々あります。大丈夫です、皆さん多々あります。この負のループを抜け出す手がかりが欲しいです。お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご検討いただけましたら幸いです。ということで、はい、この中間反抗期ですね、最近、結構メジャーになってきたワードかなとも思いますが、かなり悩んでる方も多いということで、今回は子供が伸び伸び成長していく上でのこの中間反抗期に親御さんどう関わっていけばいいかということをお話していきたいと思います。ポイントは3つです。まず1つ目、分かってないでしょ。2つ目、間違わせたくない親心。そして3つ目、そもそも中間反抗期って何。以上3つのポイントについてお話しするとともにですね、この動画最後に今回の見守る子育てのコツまとめてお伝えしますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。まず一つ目です。分かってないでしょ。ね、子供、その中間反抗期、まあ、5歳ぐらいから9歳、10歳というあたりの反抗期の時期ですけども、この時期子供たちね、分かってるとか、できるもんとか、口出さないと、ほっといてと言いますね。で、それを聞いて親側として、分かってないでしょうと。できてないから言ってるんでしょうと。なりますよね。なる。だって、やらないんだもん。できないんだもん。絶対分かってないもん。分かってるとまだ言ってないのに分かってるとか言われたらもうガーってなりますが、これね、もうね、親と子供の視点がそもそも違うってところを、まあそれこそ親御さんの方が分かってあげてほしいんですね。で、この視点何が違うんですが、中間反抗期とはつまり小学校が始まって、授業があって、時間割があって、宿題があって、なんか気がついたらいろいろと時間のやりくりが忙しくなって、まあ親御さんのね、お仕事だったり忙しいわけですけども、毎日毎日のタスクというものが明らかに発生してきて、こなさなきゃいけなくなってくる。そうした中で親としては我が子との関わりで何を気がつけば見ているか、行動を見てるんですね。視点の先には常に行動がある。やったの、やってないの、できたの、できてないの、その見えるものの方向に親は行きます。一方、じゃあ子供の視点はどこにあるか。子供は自分が何をやるかに目が向いてるんじゃありません。子供は、お子さんは自分を見始めてるんですね。僕は、私はを常に見ています。お母さんお父さんが宿題はって言った時に、その宿題に取り組む僕、私の方がまさにこの中間反抗期と言われる時期に自分を見てる、行動を見てる親と自分を見ようとしてるお子さん、ここのズレ、そもそもがもう違うものを見てる。だからこそ自分を見ようとしてるお子さん、僕、私の言葉尻を捉えて、やったやってないの話をしたって不毛だし絶対噛み合わないわけですよ。まずここ分かってほしいんですね。じゃあどうしたらいいんですか。大事なことは、お子さんのその時その時の事情を一歩引いたところから考えてあげるということ。分かってるっていう言葉を発したこの子の今真意は何だろう。できるもんと言った、言葉はそう言った、でもこの子はできるから見といてって今私に言ったかな。違うね、ちょっと待ってママって多分言いたいんだな。一回自分の思うようにやらせてママって言ってるんだな。パパはすぐ口出しするから面白くなくなるから一人で楽しませてって言ってるのかな。そういう事情をぜひ掴んであげてほしいね。僕が常々言ってる見守る子育てにおける本当の意味を見守るということをここで意識してもらえたらなと思うんですね。そして2つ目、間違わせたくない親心ね。今ポイントの1つ目でお話したこと、
頭で分かってる方はほとんどだと思います。分かってるけど口出ししたいんですね。なんで口出ししたいのか、間違ってほしくないんですね。失敗してほしくないんですね。子供がああってがっかりした顔見たくないんですよね。でそれが見たくなくて口出ししてなぜかイラッとすると、でなぜかキーとなってる私、不思議ですよね。で今自分で考える力を大事にしようとかね、未来が読めない変化の激しい社会の中で自分自身の力で切り開いていく、自分の道人生を選んでいってほしい。親御さんたちにアンケートを取れば我が子に望むこと大体そうおっしゃいます。自分の力で、自分の考えで、自分の人生でと。でそこには試行錯誤する、迷いながらも失敗から何かを学んでいってほしい。皆さん大体そう言います。言うくせに間違わせたくないんですね。口出しするんですね。まだ始める前からあだこうだ言うんですね。矛盾の塊ですね。親って何してるんでしょうね。なんでだと思いますか。なんで自分が試行錯誤って言いながら試行錯誤させたくない自分がすぐ出てくるのか。この親御さん側の心理、ご自身の心理というのもこの機会に理解された方が僕いいと思うんですね。この中間反抗期というものに向き合っていく、寄り添っていくためには、でこれは親自身がもう怖くて仕方がないと。今の時代、特にこの日本社会、令和における日本社会で親をやるということがいかにハードモードかということをちゃんと整理したらいいと思うんですよ。まず一つ経済的な問題、もう全国民大変ですね。もう燃料費どこまで行くんですかね。やばいですよね。五公五民というワードが最近流れてきました。平均的な納税率が 47.5% という数字を最近見ましたが、やばいですね。給料上がらないのに税金上がり続けてますね。将来あるんでしょうか。年金絶対僕らの世代もうないですよ。もらえない、知ってますよね。終身雇用なんてこう最後まで面倒を見てくれるリッチな会社どこにあるんでしょうね。海外と比べて日本はどんどん、もう円はどんどん弱いと、もっと弱くなる。あのですね、もう大人やってるだけで今だいぶきついですよね。今余裕でいる人って日本の同社1000人に1人ぐらいだと思います。みんな不安、まず自分が不安、経済的。次やはり子供たちが育っていくその社会の在り方、高齢化、少子高齢化がどんどん進んでいくことは分かってる。我が子が20歳、25、30になった時のこの社会の形を考えた時に、うちの子は幸せでいられるんだろうか、非常に怖いですよね。明るい未来を何も考えず想像できる人は本当いないと思います。非常に怖い。かつそもそも AI とかね、メタバースとかね、チャット GPT とかね、なんかどんどんと情報来ますけどついていけてます？ iPhone の OS 変わるたびになんか新機能ついても大体使わないじゃないですか。ついていけないわけですよね。今多分親やってる皆さん、まあ僕も含めて、大体すでに社会から取り残され感がないですか？皆さん大丈夫ですか？僕はもう結構遅れてきてますよ。自信ないですよ。わかんないですよ。自分が今現在動いているこの社会ですらわかんなくなっているのに、その中で我が子の未来を考えながら親をやっている、ここで安心感を持って見通せる気がする人、相当メンタル強いですね。ないと思います。つまり自分もすでに不安なわけです。さらにこの社会ね、この前別の動画でもお話をしましたが、子育てに日本社会は非常に冷たい。こんな動画ね、この前出しました。で、その冷たい社会の中で親をやっていく自己責任と言われる、きついですね、ストレスですね。僕たち、僕も親ですよ、大変なんですよ。で、大変になると、人は弱るとどうなるかと、安全を求めるんです。安心を求めるんです。大丈夫って言ってほしいんです。自分が不安な状態で親をやってる皆さんは、我が子について安心しておきたいし、我が子の転ぶ姿を受け入れるほどに今余裕がないから、安全でニコニコして無傷でいてほしいんです。自分のために。不安なのは自分であり、間違わせたくないのは実は多分僕たち親自身が自分のために思ってる心理なんですよね。ここちょっと整理して分かってほしいんです。我が子の幸せのためにできるだけ失敗させたくないというすり替えをしてるけど、違う違う、間違ったり失敗したりうまくいかない我が子の姿を見ている自信がない自分のために手出し口出しをしてるだけなんだよ。ここを分かり、夫婦間でここを共有し合えるとだいぶ見え方が変わってきます。でこれはまあ僕ね、いろんな親御さんの相談を受けるわけですけど、夫さんがね、旦那さんが結構ビジネスに成功されていて、学歴もいいと、
で、その奥さんやってる、お母さんやってますというご夫婦の相談を、夫婦が来て相談をしてる時に、興味深いんですね。こう子供のちょっとうまくいってない話を、お母さんがちょっと辛そうに話をする時に、こうでね、先生ね、チラ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 旦那の顔を見るわけですね。大変ですね。子供の母をしながら旦那から怒られるかもしれない自分をドキドキして、間違ってる場合ではないと、頑張ってるなと思うんですが、まあ、それぐらいね、不安感がある中で、かつパートナーである夫婦間でお互いがお互いの失敗を当然として励まし合い、寄り添い合いながら、助け合いながらの関係ができているお家なら、子供の失敗間違いの不安に耐えれますが、そもそも夫婦においてもちょっとした失敗ができない、ね、心配かけたくないという思いがなおさら完璧であろうとする。どっちか言うとやっぱりママなんですね。ママが一生懸命やって間違わせたくないっていうマインドがあった時に、子供のいろんな分かってるできないに対しても、分かってるの分かが聞こえた瞬間からキーとなる。自分がそれだけしんどいよということを繰り返しますが、ここ一回分かりましょうね。あ、そうそう、そういう意味ではそのイライラするキーとなっちゃうっていう部分では、このね動画も参考になると思うんで、まだ見てない方は見ていただきたいなと思うし、こちらの動画に関してはできれば夫婦で見てほしい、交互でいいからね、別に同時じゃなくてもいいから、これちょっと見といてと、ぜひ夫さんにも見てもらうことを僕はお勧めしたいと思います。そして3つ目です。そもそも中間反抗期って何？で、この中間反抗期というのは、だいたい5歳年中年少あたりの子供から小学校中学年ぐらいまでの幅で現れる、心の状態、働きの時期で、第一次反抗期と第二次反抗期、この間ね、第一反抗期からこう第二次反抗期に向かって、この間だから中間ですね、この時期に見られる子どもの様子を指す言葉として中間反抗期と言われるようになっています。で、この第一次反抗期というのは、大体 2,3 歳頃ですよね。これは子どもの成長過程において自我が芽生え、自分という感覚が芽生え始める、まだ明確にはないけども感じ始める時期。その自己主張、自己表現の代表的ワードは、いやですね。いや、いや、あれが自己主張、自我の芽生え、入り口ですからね。ちゃんと芽吹いたらもうちょっと喋るんでしょうけども、出始めたからいやの一言で終わる。あれが第一次反抗期。そして第二次反抗期。こちらは小学校高学年から中学生の時期によく見られる心の状態。で、この自我というものが形成され発達していく。とともに自分としての価値観が生まれてくる。非常に、その大人になる本当に入り口ですよね。自分はこういう人であって、こういう考えを大事にしてるんだ、ポリシーのようなものが芽生えてくる、そういった時期を指します。で、この中間反抗期はそういった第一次反抗期と第二次反抗期の間なんですけど、じゃあこの時期には子どもたち心がどんな発達を遂げているのか、しているのかというとですね、家庭以外の世界、コミュニティを持ち始める。一番分かりやすいのは友達の存在という家の外の関係、人の関係が生まれることによって、自分自身のその居場所、所属する場所が拡大していくと同時に、これまで触れてこなかった考え方や反応、そういったものに触れて、こう自分というものの捉え方とか知っていることが急に広がったり揺らがせられたり、そんな時期なんですね。で、外に世界ができますから、その分親がこれまで伝えてきたことに対して疑問を持ち始めたり、友達はそんなこと言ってなかったもん、お父さん言ってることおかしいとかって反発をしてみたり、で逆にその友達がどう言ってるかってことは気になる。それは周りのね、共感力が上がることで、周りの言ってることが気づけるようになって、自分がどう見られるかを察知できる力が高まってくるからこそ、友達の言動が気になり始める。気になってそのことで嫌われてるんじゃないかとか、同じ話題を共有しないと仲間外れになるかもとか、いろんな形でストレスを感じ始めたりもする。あとよくあるのは、その親御さんからですよね、友達からあまりこの習ってほしくない言葉を習ってきたとか、この時期はその暴言をね吐く子も多かった。死んじゃえとかですね、もういらないとか、ママなんか消えちゃえとか、こう結構ショックを受けるようなことをパッと投げてくる、そんな時期もあったりするわけですが、そして様子、親からしたら
ちょっと友達関係あまり触りたくないけど、あまりそういうのは入れてほしくないな。せっかく絵本もたくさん読んできて、優しい世界、思いやりのある世界、そして学びの 大事さ、楽しみ、知識というものを大事にしてきたのに、うんちかみたいなね、あとそこでいろいろ考えちゃうけど、当然賢明な親御さん皆さんはそこで親の価値観の中に引きずり戻せば、子どもの自立から遠ざかることも分かるからこそ、ハラハラしながらも見るしかないのかな、どうしたものかなと悩む。これが中間反抗期の親の悩みの根本だと思います。じゃあどう付き合っていけばいいんでしょうか、ね、子どもが自ら自分らしくのびのびと成長してくれつつも、やはり道は踏み外してほしくない、人から好かれ、関係を大事にしてもらえるような、そういった幸せな人生の入り口をやっぱり歩んでいってほしいね。さすがに嫌われてほしくないし、学びを放棄してほしくない、成長は期待したい、伸び伸びしてほしいけども成長は期待したいし、そこは健全な関係もいてほしいというのを両立させていく、その視点として僕は2つお勧めしたいと思います。で、1つは我が子とはいえ自分とはまた別の独立した人格ですよと、ちょっとあえて硬い言葉を言います。この子自身が自分とは独立した一つの人格なんだというワードを頭に入れておきます。で、子供は何か言った時も、今ここにこの子という人格がこう発言させてるんだな、ここにいるんだな、一回ちょっと一歩自分と一旦ちゃんとね距離がある別の一続きではない、ちゃんと一人の自立した独立した人格がそこにある、その思いを尊重する。そうした時に何か言ってきた時も、何か言いたい思いがあるんだな、で何かこの子は主張したいんだな、今私が言おうとしたことに対してそうじゃないという思いを表現しようとしてるんだな、そう自分ママと一緒じゃないよということを教えてくれてるんだ、なるほどねと。だこの時にそれは違うとか、正しい間違ってるの話どうでもいいんですよ。独立してるから、あなたは今そういう発言をしたいんだよね、そういう思いなんだね、何か伝えようとしてくれるんだね、もしくは何か今は聞きたくないという思いを持ってるんだよねという、あなたはそうなんだね、見守る子育てで常に多用する言葉、そうなんだね、なるほどね、その感覚でまずは接する。これが独立した人格を尊重するという姿勢。そして2つ目、社会との向き合い方は毅然と教える。社会ルール、この社会の中で自分の思いを通しながら人とより良い関係を築いて幸せに充実した人生を歩んでいく上では、人間は社会的な動物ですから、この社会の一員としてそこに所属していられる、そういう調和能力であり、相互理解の能力であり、そのコミュニティ集団が歴史的に作ってきたルールというものを理解して、それを守ることによって一員でいられる力、そういうものも育まなきゃいけません、ね、欲しいからといって店頭のお菓子勝手にいきなり食べて、食べちゃったからママ払っといて、絶対叱らなきゃいけません、ありえませんよと、ね、欲しいとなった時にまずそれを自分が手に入れられるかどうか、お小遣いの範囲だったら買っていい、お家の中で決めてるよね、でも買うにはちゃんとそれを持ってお店の人にこれをくださいと、で、その代価をちゃんと払う、払ってそれを渡してくれた時にお店の人にもありがとう、何に対してありがとうかといえば、金払ったからいいだろう、論外ですよと、あなたが欲しいものをこのお店に置いててくれて、そしてそれを持って行って今渡してくれた、この一連の自分自身が欲しいという思いを叶えてくれたこの人の存在に対してやっぱありがとうですよと、受け渡してくれた、丁寧に渡してくれた、ありがとうです、それは当然のことですよ、ね、分かってない大人もいますけど、皆さんの子供にはやっぱ社会の一員としての当たり前を教えましょう。ですから死ねとかですね、いらないとか、パパなんか出ていけとか言葉で言いますよ。もうカミングアウトすると僕5歳から言ってました。僕中間反抗期はものすごく長くてですね、5歳からそのまま第二次反抗期まで途切れなく続いて、第二次反抗期はずっと続いて、京大に入ってからもううだうだしてたから8年もいるような出来損ないんだったわけですけど、だから言う子供の気持ちはものすごくわかります。皆さんの子供に絶対僕10倍口悪かったからね。でもそこでおばあちゃん、父親とかバシッと怒ってくる。うちのおばあちゃん怖かったんですよ。で虫ねとか言ったら、何歌いまとか言って、もう一回言え、めっちゃ怖いんですよ、めっちゃ怖いんですよ、おばあちゃんなのめっちゃ怖いんですよ、もう一回言えと、いや別にいいと、いいことないと、もう一回言ってみろと、目を見て言えと、
私の目を見て私に言ったことをもう一回言ってみなさいと。これ言われた子供ね、絶対言えないですね。意思を持って死ねなんて言ってないから、言いたいから言った、こうなんか強い言葉を言って、それによって距離を置きたかっただけの防御だから、あれね、いらないとかもういいとか出ていくとか、そんなこと全部自己防衛であれ言ってるだけなんで、それをはっきり言いなさいと。そう言えと、殺してみろと。もう一回言いますよ、おばあちゃんですよ。で、もう絶対ごめんなさいになるわけで、これ未だに覚えてる、小学校2年の時で。その気迫と今自分が言った言葉の意味がいかに重い意味を持ってたかって、そこで僕バッと植え込まれたんですよね。だから言わなくなれた。やっぱそこで毅然と、許せないものは許せない、違うってことを教えてくれる大人の存在絶対必要で、このあたりもちょっと今ね、はっきりとできているご家庭と非常にあやふやになっていて、社会のルールすら毅然と叱ったり注意したり教えたりができない大人と今すごい分かれちゃってるんですよね。自主性の尊重ということと社会ルールを教えるってことは両立するという当たり前なんですけど、なんかこれがなぜか自主性を尊重するイコール社会ルール後回しっていう非常に短絡的な、一部の偏ったインフルエンサーの言葉に乗っかってんかなんか知りませんが、間違った思考回路の大人がとてももうあえて、僕あんまり間違ったってことは好きじゃないんですけど、あえて間違ったと言います。なぜなら僕たち大人はこれから社会に出ていく子どもたちに、社会というものの仕組みとそこの一員である上での生きていくための知恵を渡し、彼ら自身が彼らの世代の社会を作っていく、そこに対してつないでいく責務があるから、ここの責任を絶対捨てちゃいけない。大人全員がね、親だけじゃないですよ。でそうした時にやっぱり社会との向き合いということについては毅然としただ、それについてじゃあ事細かに、これちょっと注意してほしいのが、周りからどう見られるか気になるから、世間の目が気になるから、あれしないでおこうね、これしないでおこうね、こんなん言われるよ、これは社会への向き合い方を教えていません。周りから親の自分が自己責任を責められることが怖くて、自己防衛としてあれしちゃダメ、これしちゃダメ、人目を気にするというのは向き合ってないんですよ。逃げてるんですね。そうじゃない。僕が言いたいのは、この社会においていろんなことの考え方がある中で、平和をお互いに作っていきながら、自分自身の思いを伝えつつ、そのためには相手の思いも聞く。そうして意見が合わない場合には、それは対立するんじゃなくて、合わないねと、じゃあ今回はタイミングが違うからご一緒するのはやめておきましょう。やっつける必要は何もない。違いますねだけは。で、同じ意見の人と一緒に協力して何かをしていきましょう。成長した時にまた以前話が合わなかったと思った人ともう一度出会った時に、今度は意気投合するかもしれない。あ、そういうことが分かるようになったなんて、よろしくお願いしますね。親しき中にも礼儀ありという言葉がある。自分のことを知ってくれてる人には人は甘えたくなります。僕もしょっちゅう甘えたくなって言葉が存在になって叱られます。先輩は叱ってくれる。で、あ、そうだよなと。大事な、そしてお互い気心が知れてるからこそ感謝したりとか、その存在を理解して、だからこそ自分ができることを持ち寄るんだよ。自分から何かしたら、使われっぱなしで損する。だから人から何かしてもらう、そういうもらうことばっかりの人たくさんいますが、やっぱりこう自分自身が得たい、テイクが欲しかったらまずギブから始まる。これが人間社会のもう歴史上証明されている幸せな生き方の基本ルールだって、そういうことも教えてあげていく、ね、年齢によってありますが、そういった社会にどう向き合っていくか、ここは親として自分たちなりの経験と知識の範囲でいいから、はっきり持って、ここの一線は踏み越えちゃ、これは叱ります。ここをできるようになった時にはこの成長を一緒に喜びます。どのように我が子に社会に向き合っていてほしいか、ここに毅然とした態度、独立した人格として尊重しつつ、社会における一員として、親の自分もそう、子供であるあなたもそう、一員だからこそ、ここは分かりなさいと、踏み外してはいけませんよという、そういった姿勢、この日本をね、しっかり持つということ、これが僕は中間反抗期、自我が確立されていき、自分の価値観というものを持っていく時期だからこそ、親御さんたちにはこの日本柱を大事にしていってほしいなと思っています。でね、この一連の反抗期についてはこちらの動画にもう少し詳しくいろいろとお話もしてるんで、ぜひ合わせてね、参考にしていただければなと思います。
はい、ということで今回のね、見守る子育てのコツですが、そもそもね、この中間反抗期について今日お話をしてきたんですが、僕ね、反抗期って単語がもう昔から嫌いで、人間ってやっぱ言葉の影響を受けるわけですよ。反抗期という言葉を口から出した瞬間から、親の頭の中にはこの子は私に反抗してるになるんです。自分の言葉で自分をわざわざ催眠をかけて洗脳してる。で、反抗しているから始まったら、誰だってね、ちょっとやっぱ抑え込んでやれとか、イラッとするとか、スタートがすでに良くないですよね。反抗期じゃないんですよ。子供たちの立場が成長に伴う当然のチャレンジをしてる。そのチャレンジは、まず身近にいる親に対するチャレンジであり、そして自分自身に対するチャレンジであって、そして友達とか先生とかいろんな人と出会う中で、自分というものも揺らがせられながら、でもその中で自分を見つけて、この社会の中で歩いていこうとする、日々のね、必死のチャレンジを積み重ね、じゃあ親としてはそのチャレンジ応援しようよと。で、応援する過程でチャレンジというのはぶつかる、失敗もする、傷つくこともあるね、傷つけたくない気持ちはわかるけど、致命傷にさえならなければね、立ち上がれなくなるほどの傷はその前に助けに行く。でも少々、これぐらいこの子は立ち上がる、これぐらいこの子は明日になったら理解できる、そこは痛みを伴ってもちょっと我慢する。もう一つ我慢することがあります。この反抗期はつまり自立です。自立とはつまり何か、親の自分からの巣立ちを予感させます。日々の子供のチャレンジを見るたびに、実は心の根っこに、ああ遠ざかっていく、私の僕の手元からこの子は旅立っていく、寂しいですね、嫌ですね、そこでぐっと引き戻したくなりますね。そこに耐える。今この子の自立というものを、親の自分は自分の所有というかね、手元にいる可愛い可愛いあの赤ちゃんの時の気分からこうやって離れるんだなと、ちょっと物悲しいような思いもある一方で、やっぱりその期待感、喜びがある、その感情に耐えながら受け止めながら応援していく。そして死ねとか言われても、こうやって一生懸命ぶつけてきてるのは、私をこの子は一番に信頼してるからこそ、他の人に絶対言えないこのぶつけてくることをしてるんだよなと、よし分かったと信頼に応えよう、そんな思いで子供たちのね、期間言っても数年ですよ、長くても、僕ちょっと長かった、短い子は1年ぐらいですよね、そこは向き合いながら子供の成長を楽しんでいってほしいなと思います。子ども本来の力を見つけ出す、見守る子育ての小川大輔でした。